きょうのあなたと百姓天国、はい、本日は9月の28日ですけどもね、さあ、えっと、ここね、あの私が借りている、もう1か所というか、もう2か所ぐらいの、えー、事務所というかね、えーあまああの、前の人の事務所なんですけどね。 ここをやってらした方がね、あのー、去年お亡くなりになっちゃってね僕とは出会って本当に半年ぐらいだったんですけどすごくいいおじいちゃんだったんですけどもね、うん、でちょっとそんなに広くはないんですけどねどう映ってるか、まあ、でも10畳以上あってねで ここもしかしたらねここ,あのこうエアコンがあるじゃないですかねエアコンこついてるってことはこれねちょっとこれは動かないのだとえらい古いやつですけど新しいエアコンをね取り付ければここであの出荷場ね冬寒いのは全然構わないんですけど夏やっぱ暑いので。 ここだったらエアコン入れてね快適にここであの収穫出荷段ボール箱に詰めるのねでちょうどいいこういうほらテーブルもあるしここであのお野菜をねあの袋詰めしたりとかねで、まあ、パソコンのラックもあるようにまあここでそういうなんか簡単な事務所みたいなねちょっと狭いんですけどね出荷場にするにはまあでもちょっと一回レイアウトをきれいにしてねうんあの ここ出荷版できないかなと思ってね、ちょっとその辺をこの、ここの親族の方にねなあ、おじいちゃんも亡くなって、ここはもう空き家状態になってるんですけど、こうやって荷物もいっぱいあるんですけどね、まあ、自分で僕が片付けるということを条件に、ちょっとそういう提案も、ね、してみようかなと思っているんですね、実を言うとね。で、まあ、もし OK であれば、今年の冬、12月か1月ぐらいにね、時間があるときに。 1>, えー、1日で引っ越したいと思ってるんですけどね、はい、こういうの全部、書類とかなんとか、多分もういらないって、多分おっしゃると思うので、取っといてもね、もうしょうがないと思いますよ、お亡くなりになっちゃってるので、いろんなほら、ねなんか仕事関係のあれで事務所やって、細かいそういう、なんかいろんなあると思うんですけど、もうね、多分全部いらないと思いますんで、もしね、なんかこういうのを使わせてもらえれば、まあ僕はなんか使わせてもらってもいいのかなと思いますけど。はい あのこうやってねあの私も個人事業主なんでねおじいちゃんとはそういうなんかちょうどおじいちゃんバブルの頃をねまだバブルの頃が40ぐらいで一番景気が良かったってどうのこうのって話をちょっとだけねほんのちょっとだけ聞かせてもらってね、うん、そんな感じでねちょっとね下もこうやってコンクリートなので、あのー、野菜をねですぐ入り口のところにあの水辺というかあの水道ありますんで。 洗って、野菜こういうところに持ち込んでねえやるにはこれはまあこのカウンターのこれは外した方がいいかなとは思いますけどちょっとこれはいらんかな <laughs> まあでもこうやって一式ね全部片付けてしまえばだいぶ広くなるのでねそしたらここでやっぱ夏ねあの暑いとやっぱり野菜の保存も含めてねやっぱり冷房まあ僕自身も涼しくやりたいっていうのもありますけど野菜にとってもいいのでねどうせクール瓶で送りますから。 ヤマトに持っていくまででもあのそこの車以外は全部こうやって冷房かけた状態でねお野菜を取ってきたらだから夏場がどうしても長くてこっちは暑いですからね4月から10月はうちはクール便で配送しますからその間ねクールあのエアコンの中でこうやってね野菜にも負担かけずに出荷ができるっていうのはいいかなと思ってねはいまあ、ちょっとそういうのはそのご親族の方にね あの相談してみようかなとここもし多分あのねお亡くなりになってこれでね1年弱になるんですけどあの片付けってやっぱりね皆さん全然違うところに住まわれているのでこうやってできないわけですよねなのでまあ僕があの片付けてたってね別に何かをこう整理するとかはできませんけど1箇所にまとめてね置いとくとかね 多分もういらんほとんどがいらないものだと思いますけど、ね、もし、だからそういう大事なものがあるんだったらそれだけ取っててもらう、あとはじゃあどっか1か所にもうまとめておきますよぐらいだったら僕も片付けてきますからね。うん、この辺のやつはもう、このちょっと使えませんけどね、はい、みたいなことではい、まあ、そんなことをね、ちょっと考えております。そうすると、ね、だいぶ、ねあの ここだったらあれなんですよこう、屋内なので、ラジオの収録もしやすいんですよ、<laughs> ラジオね、結構でかい声で喋ってね、あのやっぱりちょっとあんまり人に聞かれたくないもんですから、ここの屋内の中にいる限りにおいてはね、全然あのラジオ収録もこうやって取りやすいんですよね、収録がね、だからそれもあって、こちらに来たいなっていう、まあ、いろいろいくつかのね、要素がありまして、はい涼しいね、涼しくて、エアコンが効いたら涼しくてね、いいなとかね。うん まあ、そんなことでございます。まあ、もちろんこれ、どうなるかわからないんで、あのいや、だめですって言われたらね、だめなんですけど、はい、そういうことでございますね、えー。なんとかこれね、使えないかなと思って、これからね、ちょっと冬場にね、かけて交渉してみてってことですね。はい。まあ、この引っ越しもね、だからもしかしたら OK であればね、なんとか1日でたぶん引っ越せるかなとは思うんですけどね、はい。まあ、どうかわかりません、ね。この辺、全部片付けなきゃいけないですしね。う まあでも1日でできそうな気がするけどな研修生と2人でやりゃ、ねはい、前の人は、ね、電気工事屋さんだったのでいろんなこういう道具とか、ね、たくさん持ってらっしゃって、はいまあ、あのとても、ね、お世話になってで本当にこれから長く、ね、お,付き合いお付き合いしてみ、ね、たいなのを持ったら本当に半年でお亡くなりになっちゃったんでね。はい、でもそのおかげで僕はこうやって、あの今,今借りているあの大きい方の,、ね、あの倉庫だとか出荷場 おが置いてあるところはこ,こころはの方のあれなんですよだからここの方本当にねたくさんの資産持ちというかあれがねでもほらねあの相続においてはそうやって農家とかじゃなければねそういうものはいらないわけですねこういうのをだって残されても普通に皆さんお勤めの人だったらどうするのって話でねだから僕みたいな人間にとってはもうまさに宝の山なわけですよね別にこの置いてあるものがどうじゃなくてここの場所自体がねこうやってこういう倉庫を建てようと思ったらね 1,000万じゃ立ちませんからねもう今の時代ね下がコンクリートを売ってあるってだけでもね僕は厚着で初めて畑の一角にね単管パイプで屋根作ってそこを出荷場にしてもらいましたけど下雨降ったらビャーンもう水だらけあの ねえ泥だらけですよ、くるぶしまで、ね、水に浸かりながら、そして出荷作業してたわけですよね、うん、それに比べれば屋根があるだけでもありがたいと思わなきゃいけないわけですね、僕はそういうところからこうやってね、20年で初めてこういうふうに来てるので、屋根があるということはいかにありがたいかって話なんですよね、それは新規収納したことがある人だったらみんなわかる話だと思うんですけどもね。はい、ということでね、まああの、ちょっと扉、入り口が狭いんでね、あれなんですけど、ちょっとね、えー まあもうちょっと何か扉を変えるなりなんかこうシャーッとワンタッチでね出入りするようになる,するかもしれません。まあその辺もちょっと分かんないですけどね。ねこういうものも多分ねどうなんですかうわまだいっぱい入ってるねあファックスとか電話も入ってるやこれはあんまり一応人様のやつだからねあんまりあれですけど、ね、でもああいうのもなんかね売りに持ってったってなんかねもう今や二束三文ですからね。うん むしろ、処理代をもらわなきゃいけあの払わないといけないって話になるもんね、うん、まあ使える道具とかね、そういうものはちょっとね、えー、あの頂戴してね、使わせてもらおうと思うんですけど、使えるものはそんなにはないんですけどね、こういうペンチとか道具はね、まあたまたまには僕も使いますけど、まあそんなことでね、感謝の気持ちを持ちつつね、こういうふうにしてね、あの 残していただいたのかなというふうに思いますのでね僕もなんとか使わせてもらえればと思ってねそういう話をしてみましたねまあどうなるかこの冬はねだからちょっとやることがいっぱいあってねうん畑の方も頑張らなきゃいけないし口座の方もそうだしねそしてこちらのねこのこういう出荷場がどうとかねこれで2年目が終わりましたんで来年3年目に入ってきますのでだいぶねもしここで出荷場ができたらこれでね えー、向こう10年はもうここで出荷するということでね落ち着いてできますのでだんだんこう、ね、固まって一番いい形をねこう集約されてね修練されていくのがいいのかなという感じでね少しずつこうやってねまあ新規収納してねこれ来年3年目入ってきますのでいろんなことがね形になってきているという話でございます。はい まあそれはね、本当にあの自分で言ってるだけなのでね、これから交渉してどうなるかは全く未知数ですから、門前払いという可能性もゼロではない <laughs>。でもなん、まあ大丈夫だとは思ってるんですけどもね、はい。以上ですね、はい。えー、こういうことも新規収納はね、とっても大事なことでございます。はいはい、それではまた